感が全然ダメだな。ラグいのかな、その人。いや、多分音がないから。え、本当に無音で敵やってるの？うん、そうそう。それは。マジか。うせないんですけど。てか、音が欲しい、マジで。やめていいっすよ。で、攪拌基本マルスなんて、マルスを打つという強い意志力を持ってほしい。あとはシャガパンとデフュ、これをロデオにするだけでも2段は上がりますね。アルトってあのあれじゃないのか、音楽の用語じゃないの。上段潜るの、上段潜るやつはこれですね、ホルンですね、マッターホルンですね。マッターホルンキャノン、これはなんか山感があるからイメージ湧くけど。あ、さっきの人や。うん、さっきの人。ファランはね、あの足ビンタからの蹴り上げみたいなやつをしゃがみたいですね。ローリングライト見せてくれ。もうこのラウンドは死んでいいかな。ああ、お逃したスカガクからのドライブっといて、おお、渋い。気品って言ってるように見えますって。気品、気品。気品。あ、とローリングライトの後の PRK をファクトで拾うのか。あ、いかん。今、ルビー見ちゃったんかな、俺。くぅ、厳しい。勝てる。おぎせめ。いや、そこがね。これ、あれ、もしかしてさ、はい、マミチーとラグがあるみたいだよね。はい、あ、そうなんすか。あ、そっか、そっか。俺、だいぶ前に買ったわけよ。そうな。最悪。突進技にジャンスついてるのずるいな。そうそうそう、ザフィーナ、それがあるんだよな。いかんな。これ今夜勝てますかね、この人に。勝てると思います。勝てると思います。え、マジで。はい、 OK。 なんかあの、うん、前々 RP かな、相手の、わかります、どれか。スクリューのあの、わかるよ、有利なやつやるガードしちゃう、うん、そうそう、あれの後下段来るでしょ。え、知らなかった。 1、2LK が来るでしょ。で、ヤスさん必ずそれしゃがんでガードしてるんですけど、うん、それの攪拌がタクトとかで入っとらん、はい、ライトゥーとか、ライトゥーですね、ライトゥー。あ、ライトゥーか。タクト発生遅いでしょ、確か16でしょ。うん。16だね。ライトゥーですね。置いて、打って。先生、今日一番戦いたい人と出会ったよ。さっきの。国光。さっきの、風土国光。風土国光。よし、来たな。さっき音なしで負けたっていうことにしておいたから、今度こそ。それ、それだよ。これね。そいつだよ。そいつね。それに。よし、無理やりリベンジ。でもなんかかわいそうなラグが起きたよ今。あ、そう。ライトゥ、違う、右アッパにマルス。これ。マジか、OK、マジかね。言った通り。いや、まあ、そんな露骨に狙ってもあれよね。もうちょい散らして。バックフリ狙えるよ。いいよ、悪くない。この人は打ってこないから生ロー打っとこう。 OK。 あー、そこよ、そこは打つと思っとった俺も。生ローね、生ローね。じゃあリバサネライトね、これがね、牽制キック。うん、あー、いかん、爆振りやった今のは。いかんね、落ち着きがないね。うん、それは癖やな今。うん、うん、なるほどね、なるほど。そう、今ハイキックスカった後に生ロー打って、それを浮かされたんですけど、そこの生ロー打たないっていう試合をしたいですね、この人には。
いや、僕もそう思った。その、うん、甘いフォローを右アパで狩るっていう方針なの。そう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 。なんかそれは今のそのハイキックナマルめちゃくちゃはっきりしたの。うんうん。だ普段はそんなに悪くないんですけど、俺も多分ナマルをやるかなっていう。まあ相手がミディだったらやるかなって感じだけど、この人の場合はね。マジか。終わってもた。相手が強かったな。タクトで、まあ出し切りまで見てでいきますよ。うん、タクトでいい。そうそうそう。なるほどね。これがまず基本。ツーツマだと拾えない。拾えない拾えない。